今回はスイカさんと指を振る対決していきたいと思います。指を振る対決久しぶりだな。大会以来なんだぜ。それと、基本倍速が多くなると思いますが、ご了承ください。それではスイカさん、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。スイカさんの先発はゴンベと予想します。そりゃあゴンベしかいないんだし、当たり前だろ。霊夢ちゃん、大異性いいかい。だからゴンベだけしかいねえって言ってんだろうが。さあ行ってこい、ピクシー。このピクシーの技構成は、だからもういい。さてと、スイカさんのことですし、おそらく初手命爆発してくれるでしょう。ということで指振っていきます。こちらの初手はデスウィング、特殊技が来てほしいもんだぜ。スイカさんのゴンベワーは、あまり見ないエフェクトだし、指を振るの楽しいところだね。ではここはギロチンで切っていきますか。エコーボイス、特殊技だが、これはあまりダメージなさそうなんだぜ。さあスイカさんのゴンちゃんの攻撃は、おだてる、これは確か混乱する代わりに、特攻を上げてくれる技だったよな。混乱はめんどいけど、ここで特攻を上げてくれるのはありがたいね。ピッチー、自称するなよ。よしよし、さあ出る技は、怪しい風、これは効果ないんだぜ。さあスイカさんのゴンベの技は何が出るか、か、火炎弾、そんな技あったんだ。特殊技で助かったな。物理技ならかなりヤバかったかもしれないんだぜ。さあピッチー、ここで一発ムーンフォースをなしゃす。出たのはブレイブバード、今ここに飛べるデブ爆弾。さあどれぐらい持っていってくれるかな。よ、弱い。そろそろ大爆発していいのよ。岩なだれ、危ねえな。ほんとゴンベの物理技は怖いんだぜ。ピッチー動きなさい。ち、なんか今回ピッチーに厳しいな。さあスイカさんのゴンベの技は、ギャー。え、ちょ、マリサどうするのー。どうするもこうするもない。負けだ。ま、マリサ、諦めたらそこで終わりです。今は信じましょう。スイカさんが命爆発してくれることを、正直それしか勝ち筋がない気がするんだぜ。このピッチーはお盆の身持ちなので、あと数回は悪あがきできるはずです。そのうちに命爆発してくれれば、と思ったらまさかののしかかり。マリサ、冗談やめてよ。スイカさんのゴンベは爆音波、命爆発ではなかったか。そ、私は信じます。スイカさんの実況者魂を、そう、スイカさんなら命爆発した方が動画的に美味しい、となれば必ずここで命爆発をしてくれるはずです。指を振るは完全ランダムだ。スイカさんが決めれるわけねえだろ。あれ？これってこの悪あがきで。終わったー。ピクシー。それではスイカさん、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。では2戦目、やっていきましょうか。1戦目は負けたし、今度は勝っていきたいところなんだぜ。それではスイカさん、2戦目、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに今回も使うポケモンは一緒です。1戦目は負けてるし、今回は勝って、3戦目に持っていきたいところなんだぜ。もしここで負けたらこれで終わりだからね。ピクシー頼んだぞ。もし負けたらレイトの時にミュウツーナイトを持たせて投げつけるさせてやる。地味に嫌なことをさせていくんだな。まずは虫食い。まあこのゴンちゃんは進化の奇跡だろうし、意味ないよね。スイカさんのゴンベの指を振る。ゲ、メタルバースト、ゴンベ S 遅いし、かなり入るんじゃない？って思ったけどそんなに入らなかったね。よかったよかった。さあピクシー、そろそろギロチンで直近しちゃいなさい。違う直近が出てきたな。だがこれは地味にいい技かもしれないんだぜ。久しぶりすぎてあんまり覚えてないんだけど、確か体力の8分の1ダメージじゃなかったか。おお、それなら残り8ターンで勝てるね。いやいや、お前ダメージ与えないつもりかよ。指を振る対決での定数ダメージはかなり鬼畜技なんだぜ。さあピッチー、直近をなしゃす。だからなんで堅くなにギロチン希望なんだよ。そして指を振るで出たのは霧払い。これはあまり意味ないな。いやいや、大文字とか、雷吹雪が当たりやすくなったよ。スイカさんのゴンベは悪夢。これはもしかしていけるかもしれないぞ。ふふふ、さすが私です。お前は何もしてない。さあピッチー、お前の力、見せてみろ。出たのは撃ち落とす。ほとんどダメージ入らないだろうが、少しでもダメージ与えてくれるだけでも大きいんだぜ。きたー、タイプ1物理技ー。きゃー、一回で半分まで持っていかれたか。やはりゴンベの火力は凄まじいんだぜ。お盆持っててよかったー。さあゴンちゃん、じわじわダメージ受けていくのどんな気持ち？ねえ、悔しい。露骨に煽っていくんじゃねえ。言っておくが、物理技に連続とか来たら終わるからな。大丈夫です。それも考慮してバリアー張りましたから。完全に偶然だろうが、さあスイカさんのゴンベは、は、跳ねる、さ、さすがスイカさん、実況者の鏡。おい霊夢、私たちも負けてられないぞ。そうだね、頑張って大爆発引いてみせます。それはやめろバカ。さあピッチー、跳ねる返ししてやれ。まあそんなうまくはいかないよね。だがこれで次倒せるんじゃないか。お願いだから一撃技とかやめてね。さあここで一撃技を引いてくるか否か。ふう、怖かった。なんかさっきからこのゴンベ派手な炎技出してくるな。もしかして炎上したいのかな？なわけねえだろ。さあ霊夢、ラストターンなんだぜ。ここでスイカさんがピクシーを倒しきれなかったら私たちの勝ちだね。
おーおー、これはもしかしてこれで決めれるかも。きたー。これで一勝一敗だな。3戦目は長くなったため、次回の動画になります。それでは、ご視聴、ありがとうございました。